全日本一輪車マラソン大会とは、社団法人日本一輪車協会が主催する一輪車によるマラソン競技大会である。同じように一輪車によるマラソン競技大会として、日本一輪車マラソン協会が1986年から開催している全日本一輪車マラソンという冠名の大会があるが、ここで解説するのは、ジュアが主催する全日本一輪車。 マラソン大会のことである。2002年11月4日に大井川リバティマラソンコースで第1回大会を開催。通常は毎年11月の第1日曜日に、八重洲市大井川河川敷運動公園陸上競技場を起点とする大井川リバティマラソンコースで行われる。1986年から毎年5月4日に日本一輪車マラソン協会が 長野県千曲川サイクリングロードで一輪車によるマラソン競技大会の全日本一輪車マラソンを開催しているので混同を避けるためそれぞれを大井川マラソン大会、長野マラソン大会と呼ぶことの方が多い。なお、出場費はフルハーフマラソンが3000円、ミニマラソンが2000円。各カテゴリーの年齢区分、男女別に上位3位まではメダルと賞状。 4位から6位は症状が手渡される。なお、制限時間内乾燥者全員にタイム、名前の記入された乾燥症が発行される。その他に特別表彰として以下がある。制限時間は4時間。終了時間が14時であるため、厳密な制限時間は、フルマラソンが4時間、ハーフマラソンが3時間55分、10km が3時間50分。 5km が3時間45分である。ありがとうございます。